考えてるのはそれだけ。やっと見つけたぞ、シデン。怪我はしていないようだな。当たり前だ。それに僕が迷子みたいな言い方をするな。似たようなものでしょ。貴様、さあもう帰りましょう。帰るのはいいが、ナオミはどうした？この辺りでナオミらしき反応があったが。ナオミなら戦死したわ。何？カサネ、こう報告するしかないでしょ。そうだな。おい、本当に戦死したのか。その割にはこの冷血女が冷血すぎるぞ。嘘を言っても仕方ないでしょ。ナオミは死んだのよ。教科招待を預かっていたのは俺だ。俺が未熟であったばかりにナオミを死なせた。それは違う。あれはとにかくそれは違う。いや、違わない。言葉で足りるとは思わないが、申し訳なかった。失ってさぞ悲しいでしょうね。小玉、何の用だ？負傷者の捜索か？何よ、裏切り者のクソ試練。私がそんな地味な仕事するわけないでしょ。そうね、まあ理由なんて何でもいいけど、とりあえず怪異にやられたってことにしようかしら。うん、それがいいわ。さーて、し、うん、て、サクッと殺してあげる。いきなりどういうつもり？あら、おしゃべりなんかしてる意味があるのでしょ。それなら、もっとぐいぐいいっちゃうわよ。ぼっとしたことや。理解不能な女だな。本気で僕らとやり合うつもりなのか。へえ、裏切り者がないとやつよ。相変わらずの悪い子ちゃんね。黙れ。このふざけた物言いを聞いてるだけで虫唾が走る。僕が勝ちは早いわ。
いい加減にして。嘘。舐めてたわ。恩がやるじゃない。どういうつもりだ。何のためにこんな真似をする。まあこっちにもいろいろ事情があるのよ。さーて、それじゃあ小玉様本気の第二ラウンド行っちゃおうかしら。そこまでだ。まだ今作戦は終了していない。勝手な行動は慎め小玉。吹雪様。小玉、今回の件は僕が処理する。勝手なことはしなくていい。はーい、わかりました。玄馬、シデン、それに重ね、腹も立つだろうが、ここは僕の顔を立てて小玉を許してくれないか。別に構いません。特に腹も立てていませんから。重ねちゃんって優しい。吹雪連隊長の意を狩る目ギツネが。玄馬、君もいいかな。承知しました。それじゃあ僕らは前線本部に戻る。君たちはいろいろと衝撃も大きかっただろうから、ここで離脱して休息を取るといい。さて、引き上げるか。とはいえ周防に直接戻るには体力的にも厳しいな。アジトによるのか。ああ、おそらく強化隊長もそうしているはずだ。